こんにちは、がんばるジムの関田です、今日は3分くらいで、気軽に取り組める、ミニシューケースをご紹介したいと思います、生徒さんから結構リクエストがあったので毎日結構簡単に取り組めて、それで全体的にもこう効果があるもので、ヨガの基本的な、感覚とか体の使い方なんかが、学べるものになればいいかなと思うので、それをご紹介したいと思います。では最初、田田さんで立ちます。重心が後ろに行き過ぎないように、かかとの前ぐらいに重心を置くようにしてください。つま先の向きはそんなに気になっていず、足は腰幅で、膝が楽に曲げたら、少しつま先の向きが開いたり閉じたりしていても今回は気にしなくて大丈夫です。重心の位置を気にしてかかとの前、土踏まずの後ろに立つようにします。この状態から、楽に息を吸います。手を広げて息を吸います。鼻から吸って吐くときは口から吐いて意識的に吐きます。少し丸くなります。お腹を引っ込める、吸いながら開きます。吐きながら丸くなります。吸って開いて吐いて丸くなります。吸って戻ります。今度はこの状態から手を握ってグーにしてグーッと上に伸びます。背伸びをしていきます。軽く腹筋は力を入れたまま息を吸って吐きながらゆっくりちょっと膝を曲げていいのでお辞儀をします。こういう状態、吸いながらゆっくりと上に伸びます。吐きながら膝を曲げたままゆっくりとお辞儀をします。吸いながら伸びて少しずつ後ろに反ってきます。お腹に力を入れたまま吐きながら丸くなります。お辞儀をします。吸いながらゆっくりと戻ってきます。じゃあ今度は足を開いて息を吸って手を広げます。吐きながらゆっくりとお辞儀をします。息を吸って胸を開きます。吐きながらお辞儀をしていきます。吸って胸を開きます。吐きながらお辞儀をして、少しずついけたら後ろの方に歩いていきます。息を吸って開いて吐いてお辞儀をします。吸いながらゆっくりと戻ります。今度はツイストの動きをします。ここから手を開いて息を吸ってぐーっと開いて手を遠くに伸ばすように、吐きながらひねっていきます。息を吸ってもう一度ぐーっと遠くに手を伸ばして吐きながら開きます。ひねります。吸って吐きながらひねってで最後ゆっくり吐きながらひねり切ったら吸いながら戻って吐いて一息つきます。じゃあ吸って手を横に広げます。吐きながら少しずつひねります。吸ってぐーっと伸ばして吐いてひねります。吸って伸びて吐いてひねります。吸って手を遠く伸ばして吐きながら最後ひねり切ったら吸いながら戻って吐いて下ろします。じゃあ最後の動きですね、前後にこういう感じでバランスをとってください。この状態もしくは、バランスのためにこっちでもいいけど、できればこっちの方がやりやすいと思います。息を吸って胸を開きます。この時に鼠径部も股関節前も伸ばします。吐きながらゆっくりとお辞儀をします。息を吸いながら胸を開きます。吐きながらお辞儀をします。吸って胸を開いて吐いてお辞儀をします。最後息を吸って胸を開きます。
吐いてお辞儀をします。吸いながらゆっくりと起き上がります。では足を入れ替えてガシッと安定させた状態から息を吸って胸を開きます。吐きながらお辞儀をします。息を吸って胸を開きます。吐いてお辞儀をします。足元で押した力でぐーっと手を開けるイメージにするととてもいいです。吐きながらお辞儀をします。吸いながら胸を開いて吐きながらお辞儀をします。吸いながらゆっくりと上体を起こして戻ります。いかがでしたでしょうか。やってみると結構全身使ってる感覚になるんじゃないかなと思います。ポーズをポーズとしてこうガストを練習しようとすると結構力んだりしてしまうことがあるので、こういういろんなポーズのこう要素ヒップホップなどツイストだったりが混ざってるものをこうこんな感じで軽くやっていただくと、そのポーズに対するこう体の使い方なんかに慣れが出てくるんで、難しいポーズした時も居ついたり力まなかったりしてくるので、もしよかったらまあ毎日できる簡単なものなんでちょっと自分の練習なんかに取り入れていただけると嬉しいかなと思っています。もちろん難しいポーズをする前のウォーミングアップなんかにも使えるので、ぜひ、参考に、してもらえたら嬉しいです。それでは皆さんの練習が心地よく力強いものとなりますように、もしこの動画が面白いと思っていただけたらチャンネルこの、登録高評価いただけるととても嬉しいです。コメント何かあれば、ぜひお待ちしております。それでは次回のレッスンでお会いしましょう。